カールビッテカールビッテはドイツの方学者、ダンテ研究者。日本では早期教育信奉者の父親に育てられた人物としても知られる。ドイツのローハオ村で生まれる。9歳でドイツ語、フランス語、イタリア語、ラテン語、古代ギリシャ語を話したと言われる。14歳でギーセン大学で哲学の学位を取得し、最年少博士としてギネスブックに記録された。 ベルリンで教職を得ようとしたが、年齢が若すぎたことからかなわず、フリードリ・ヒビル・ヘルム3世より、奨学金を得て、1818 18年から1821年まで、イタリアへのグランドツアーを実施した。1823年に、ブレスラウ大学の法学教師となり、1834年に、ハレ大学に移った。イタリアの詩人、ダンテの研究でも知られ、 1824年に、ダンテの誤解についてと題した本を上司したほか、1865年には、ドイツダンテ社を自ら設立し、研究所などを執筆した。若き日のびって父親のカール・ハインリ・ヒゴットフリード・ウィットは、教師で牧師。早期教育が、子供の才能を育てるという持論に基づいて、息子を育て、息子が14歳になるまでに自ら実践した。 子育て記録を19世紀初頭に執筆したとされる。母国では全く無名だが、1世紀近くを経た1914年に、その省略がザ h e Lucation of Carl Wittor The Training of the Child として、米国で突然出版された。本書の弊社のアディントン・ブルースは、週刊誌アウトルックの記者で、歴史や心理学系の記事を執筆していた。役者は、 自らも振動の親であるレオウィーナー。ブルースによると、原書はハーバード大学の秘蔵庫で見つけたとされ、1000ページに及ぶ長編であったため、それを縮めて省略したという。日本では木村被災地が1917年の総教育と天才の中で紹介した。The Education of Carl Wittor, The Training of the Child ブルースほか、エディター。 S, s イントロダクションの章総教育と天才木村被災地第2章ビッテの教育ありがとうございます